京都サンガ FC のディフェンダーアピアタグヤヒサシが開始早々に退場処分となっている。3月17日に行われた J1 リーグ第4節京都サンガ FC 対横浜 F マリノスの試合は、開始早々にアピアタグヤヒサシのボールロストから水沼宏太がゴールを奪い、京都が1点を追いかける展開になった。さらに前半9分、マリノスはロングフィードから上中が背後を取り独走状態に入る。すると背後から追いかけてきたアピアタグヤヒサシが上中にチャージ。ペナルティーエリア内に入る前にファウルでシュートを阻止するも、この行為が決定的な得点機会の阻止、ドグソで一発退場となってしまった。先制ゴールに絡むミスや試合開始9分での退場など、アピアタグヤヒサシにとっては散々な試合となってしまった。昨年にも J1 リーグで2度退場していることや、試合中に中指を立てる侮辱行為をするなど、何かとトラブルメーカーなヒサシ。今回の退場劇にはサポーターからも、アピアタグヤヒサシやばい、ここ半年で3回退場してる、やらかすイメージしかない、アピアタグヤが試合をぶっ壊したなど辛辣な意見が上がっている。その後試合は1人少ない京都が意地を見せ、なんと一時同点とするも、アンデルソン・ロペスの勝ち越しランによってマリノスが勝利を収めている。